鳥取大学のガナハです。立つ人物の体は意識的に抑えようとしても微小移動をしています。これは身体動揺と呼ばれています。この体の微小移動は時間方向に連続して常に発生しています。また人物の頭は足元に比べて 微小移動の幅が大きくなりますこの微小移動が時系列にどのように変化するか観測するとき一般的には足元の圧力センサーが利用されます最近では移動幅の大きい頭を捉えるために頭上のカメラも利用されていますここで観測される 微小移動の時系列信号に周波数解析を行うと、主に 3Hz 以下の周波数成分の複合となっていることが知られています。この微小移動の時系列信号において、2から 3Hz の高周波成分はさまざまな分野で重要とされています。微小移動の時系列信号の高周波成分を 人間が映像から観察することは難しいことがあります。映像中の微小移動を強調する一般的な既存手法を適用することを考えます。これらの手法では指定された周波数帯の微小移動を映像中で強調することができます。 手法の考え方はどちらも同じで、ステップ1では入力映像を空間手がかりと時間手がかりに分離します。空間手がかりは各時刻でのテクスチャ。時間手がかりはテクスチャの移動量の時間変化を指します。ステップ2では移動量の時間変化である時間手がかりについて、 周波数帯を指定し、微小移動を強調します。ステップ3では、空間手がかりと時間手がかりとを統合することで、微小移動が強調された映像を生成します。既存手法では、ステップ1の空間手がかりと時間手がかりとの分離が非常に難しいため、このようなアーチファクトが 発生してしまいます。アーチファクトによって微小移動の高周波成分を映像から観察しづらくなるという課題があります。身体同様の映像において頭領域に含まれる画素はすべて同じ微小移動をすると仮定した上で頭領域の微小移動の高周波成分を アーチファクトレスに強調する手法を提案します。初期化として身体同様の映像中から頭領域を抽出します。ステップ1では頭領域抽出を行った映像から手がかりを分離します。分離の際、各時刻での頭領域の中心位置を利用します。 空間手がかりは各時刻での頭領域の見え方。時間手がかりはその中心位置の時系列信号となります。ステップ2で先ほど分離した2つの手がかりのうち、時間手がかりを強調します。具体的にはバンドパスされた信号を増幅します。 ステップ3では手がかりの統合をします。頭領域の見え方そのものを移動させて強調しているため、生成された映像中にアーチファクトは発生しません。提案手法により、頭領域の微小移動の高周波成分を強調する実験を行いました。まず、微小移動の 高周波成分を取り出します取り出した2から3ヘルツの高周波成分では元映像と比べて頭領域がほとんど静止しているように見えます次に取り出した微小移動の高周波成分を強調の強さ α を段階的に変化させて強調します α イコール1に設定した映像は移動幅が増幅されていないものです。α を増加させると移動幅がさらに増幅され各時刻の微小移動の方向や幅がよりわかるようになります。応用として 手荷物の形状認識における身体同様の可視化を考えます。具体的には手荷物が軽いか重いかを見分けるために特徴的である高周波成分を強調します。同一人物で見た目が変わらなくても手荷物の条件によって異なる微小移動から形状を見分けています。 2.3Hz を中心とした高周波成分において、重い手荷物の認識に有効な重みが強く出ることが過去の研究から明らかになっています。ここで重みが強い高周波成分を強調することで、実際にはどのような動きであるか、映像からの観察を容易にするという新たな試みを行います。 微小移動の2から 3Hz の強調前の映像では、どちらの手荷物の場合でも頭領域がほとんど静止しているように見えます。提案手法による強調後の映像を見ると、どちらの手荷物の場合でも頭領域があらゆる方向に移動していることがわかります。また、 重い手荷物の場合は軽い手荷物の場合に比べて移動幅が時々大きくなっていることがわかります。この時々大きくなる移動は重い手荷物を持つ人物が崩れた姿勢バランスを戻そうとしていることを示唆していると考えます。まとめです。 我々は身体同様の映像において頭領域の微小移動の高周波成分をアーチファクトレスに強調する手法を提案しました提案手法を用いることで微小移動の高周波成分の観察が容易になりました提案手法を用いた映像では既存手法で発生するようなアーチファクトが発生しないことを 確認しました。ご清聴ありがとうございました。